終了するんだけども、ポイントのがどういう採点なのか分かんないんだけど、500ポイントいった人が一応優勝みたいな。で、最下位だった人には配信画面に最下位になった人の頭の上にうんちが。いや、ちょっと待てよ、不愉快なの。最後ですよ、こっちとら。ちょっとこちらの方ね、かわいいね、うんちちゃんがね、ちょっとあるんでね。どんなですか、ちょっと試しにふぶちゃんの頭に乗せてみれば。でけえ。結構でかいです。結構でけえのが。おい、やめろ。おい、きつい。なんかうんちくさい、ここ。あ、もう切れそう。これちょっとふぶちゃんのコップの中入れていいですか。やめろ。やめろ。やめろ。待って、ゴリラってさ、うんち投げるんだって。ゴリラってうんち投げるらしいよ。なんだよ、その情報。全然関係ねえんだよ、マジで。ふぶちゃん、かなたんにあげて。投げるから。投げっぱしよ。もう、ガッペンにうんち投げからだ。うんち切る。飲んでたね。せえよ、この配信。臭いですね。まあちょっとね、匂いつつ。そうだね、なんで負ければ負けるたびにうんちが積み重なっていくのでね。最悪だな。嫌すぎる。だねえ。しかも頭の上だから配信のこのゲーム画面にまでさ、妨害していくじゃん。まあやっていきましょうかね、では。さあ始めるか、早めのゲームを。早めのゲームを始めようかね。見せてやるよ、実力を。本当に。勝たせてあげたいんだけどな。勝っちゃうんだよな、ごめんね、ほんと。本当に目つぶってても勝てるからね。いや、いいカードですよ、これは。あー、求めてた。いや、でもそのちょっと青はちょっとやめてほしい。あれ、ふぶちゃん、あれ、ふぶちゃん、あ、持ってない。あれ、あります、ありますから。あ、そう。あ、そんなとこで、ちょっと、かなたが上がっちゃうじゃん。あれ、ちょっとまずいっすよ、かなた。おりゃ、なあ、マジか、間違った、そのカードやばい。なんだ、赤持ってなさそうっつったのに、ひどい。これチャレンジって来てるんですけど、なんかこのチャレンジって。チャレンジっていうのは、かなたんが黄色の手札を持ってるかどうかって感じで。あー、ごめん。あー、初心者はどっちだ。なんでチャレンジ。チャレンジなんて、だってもう100回やって1回成功するかどうかなのに、何成功してんだよ。ナイス。ナイス。好きだから許してかな。え、なんとか。キリュウちゃん。あ、楽しそうだね。キョ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 。うのうのって言ってない。うのって言ってない。あれ、先に言わなきゃいけないんですか。うそー。後でやるいね。先に言わなきゃいけないね。いいじゃん、いいじゃん。ピンチ。あ、やべ、僕、あ、うのだ。やべやべやべ。おいおいおいおおおちょっと待って、あれ、よいおいおい、回してく、回してく、あ、出せない。あ、出せる。うのだ。あ、しかもそれか。はい、うの。いや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 、ちゃんちゃん、キリュウちゃん、後のことは頼みましたよ。まず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 やってるよー。
これ。でも赤、赤。え、待って、だって赤、さっき赤持ってるとこ見ちゃったもんね、僕は。チャレンジした時に赤持ってたもんね。違う違う違う、ブラフブラフブラフ。体のところを信じていきます。信じていきます。そんなに赤持ちましたね。出せます、出せます。緑、なるほどね。あ、なんか持ってるの赤。うんうん、なるほどね。赤しか持ってないよ。古木先輩今持ってるの赤だから。赤、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 で、ここで、ま、黄色にしちゃったなー。さすがにね、黄色も持ってないからね。まあ、そうだよね。はい、持ってないと。はい、持ってません。ほんとやすい。まあ、私も持ってないっすけどね。いやいや、まあ、選挙も持ってないですけどね。おっと、ここで赤が出ます。出してきたー。ここでね、クリア、ぬっと。まあ、ここでじゃあ戻しちゃおうかな。なるほど。やっぱ、サポートが甘めかなた。出たとこ、やばい今赤を持ってるだと。いやってことは天使だな、やっぱ。やべ、天使の男が受けてしまった。任せろ、行けてー。ちくしょう、やっぱり本当マリンです。ドンドン、ついでに出して。ちょ、お前何言ってんだよ、こら。まあ、ついでに変わんねえだろ、7枚も9枚も。かわいい。じゃあ、ふるちゃんに、はい、プレゼントして。だが、聞かないね。ほら、ここ天使校がまさか調子乗ってたら。もう、やばいったね、二人とも。頼む。あ、どうだこれ。あ、黄色。心もとない。ええなぁ。どうしよう。グリーンで行こうじゃないか。なるほど。緑持ちというわけね。さあ、帰れるかな、この運命を。グリーンか。ちょっと。任せろ。ガッ、さすが年遅れた程度。なんとかしてくれ、誰か、カナダやってくれ、カナダ。カナダ、お前、はあ、ジ・エンドってね。待って、ゼロ点ゴリラいる。本当だ。ふざけんなよ。いや、カナタンの頭に、じゃあうんこが1個。やなさい、くっせえんだけど、マジでやめてくださいよ。1インチ乗りました。はい、ということでじゃあ、やだ。出せます。なに、怖っ。うのだと、誰だ今の。ねえ、今ゴリラみたいな声した。残念で、うんちを浴びる準備はできてござりましょうか。いやー、船長はカナタ様の味方です。カナタ様とは。あー、もうカナタ様とうんち黙られんの。もうこつきですよ、これ。やだ。誰に投げよっかな。これあれですよね、次勝ったらうんち誰かの顔面に投げていいんですよね。うんちの押し付け合いする。押し付け合いましょうよ、せっかくだから。並べつつ数を増やしつつ。かっこいい。もうその帝王的な思考回路が本当にかっこいい。もう憧れてた、ずっとカナタンに。もう早くこうなりたい。私ドーキョーズだろ。お前ドーキョーズの顔をこう振ってたら一緒にいたくないだろ。うるさい、同じ便所入ってる分際で。確かに。もうダメだよ、田中やぞ。まずは私の一つや二ついいだろ、そこは。一つや二つできるだろうがよ。まずは一つだけね。二つね。まあやっぱりちゃんとね、ココはね、ちゃんとあの僕の後ろでゲップするんでね。これ受けたことない。まあ、そうやって私がお前のアイドル的要素を崩さないことを知ってた、お前。この野郎。お前が言わずも私はゲップなの、怪我の言ってるくせに。私がお前をして冬ったらどう叩かれるんだから、お前言えないだろうが、お前しないの。すごいコラボじゃん。じわげんかやめてください。うるせえ。お前すごい。いつまで喧嘩したんだ。いません、いびきもかきません、やめてください。お前、いびき、おい、お前こきません。おい、こだわった。視聴者の方分かりましたよ、こいつがいびきを強調する理由分かりましたよね。あ、もっといびき可愛いんじゃねー。自分で言ったようなもん。おう、それはこう、あ、いいっすね。急に、あ、いいっすね。急にウヌの世界に戻ってきた。私そらしたわけじゃないが、うらうぬ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 う
はいはい。あれこれなの？およおや。あれカナトン。いけないことが気がつくの？これは。あれカナトンカナトンなんか私たちに比べて低レベルのゼロ点の人たちもいますわよ。もしかして寝てらっしゃったのかしら？やだもん。やだもん。しっかり寝ちゃうなんてダメよ。これは。やっぱこれどうしますこれ？これはね、で我々二人がうん。いいですね、あとなんでこれはいい話を投げちゃってやっちゃってやだやだやだカナタンのうんちもじゃ誰かに譲渡するカナタンじゃ私とココチに誰にうんち投げますか自分のうんちをえじゃあまあまあお二人とも人人のことですね僕の好きなところ言ってほしいな好きなとこスンってなってるよ大丈夫シーンってなってるけど教育静かになったじゃねえかよシーンってなってるけどなんねあマリンならもういくらでも原稿用紙4枚は言えるのになカナタの好きなところもうこいつらほんと無邪品羽かわいい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 羽たぱたしてかわいい吹雪先輩にうんちなすりつけばまたーうんちなげるうんちびしゃうわダブルうんちになっちゃったあんなほダブルうんちでございますおしゃれじゃんおしゃれじゃんいやなんかこんなまあでも吹雪先輩にうんち投げられる機会なかなかないからね。待ってたまるかそんな機会。おいキリュウちゃん。バレた。何さらしてくれとんねん。いやいやいや船長だってこんなことしたくないのにな。ごめんねフブちゃん。